あれはやっぱり一人で取れる選手っていないんですよね。ね、清武が中3の時に国見高校への憧れもすごいあったんですけど、ね、香川真司とかもいて、いや、衝撃でしたね。めちゃくちゃ速いな、こいつら。強いしっていう。数年であんなに化けるんだなっていうのはびっくりしましたね。週末の横浜 FC 戦はすごい試合でしたけど、野村選手の決勝点で、試合が決まって、まずあの試合、どんな試合だったと感じてますか？いや、めちゃくちゃ好ゲームでしたね。やっぱり相手もクオリティが高い選手がやっぱり揃ってまして、スタジアムの雰囲気もやっぱりすごい良くて、で向こうは昇格できるかっていう試合だったし、僕らもプレーオフ獲得のために負けられない試合だったので、本当に熱い熱いゲームになったと思います。その中で梅崎選手があの見事な先制弾、あれは本当ここに来て2戦連発で、しかもその難しいヘディングのゴールだったと思うんですけど、あのシーン振り返って、井上健太選手からのクロスから決まったゴールですけど、振り返っていただけますか？大和がスペースに抜け出して、町田選手がスペースに抜け出して、でヒールで落とした形だったんですけど、まあ、そこでもうトラップした瞬間にクロスが来るかなっていう予測のもと、まあ、まず相手の岩竹選手でしたかね、の方にちょっとなんだろうアクションを起こして、そこからちょっと内側を取ったような動き出しをしたんですけど、まあ、長澤選手がニアに突っ込んでいくのが見えたので、まあ、その裏のスペースに来ればなっていう思いで入ってきて、まあ、自分でもびっくりするぐらいうまく合わせられたかなと思います。2失点目ですね。2失点目って結構あのチームとして崩れがちなあの失点の仕方をしたと思うんですけど、あそこから崩れない強さっていうのを逆に感じて、そのあたりなんか下平監督の存在も大きいと感じてるんですが、監督からその今現状チームに対してどういうアプローチというか、そのどんな声かけがあるって感じですか？まあ、その岡山 FC との試合の中でも簡単にボールを蹴るようなやっぱりサッカーはせずに、やっぱり自分たちのスタイルでたとえ失点しても徹底的に殴んだっていうのは試合前からもおっしゃってましたし、ハーフタイムでもおっしゃってたので、やっぱりそれが選手の中ですごく残ったと思うし、やっぱりそれを選手がうまく捉えて実行できたからこそ、嫌な失点でしたけど、まあ、ブレずにこのまま戦えたのかなと思います。梅崎選手といえば左サイド、特に左サイドからのドリブルっていうのがすごく印象的なんですけど、今梅崎選手が注目しているドリブラーっていらっしゃいますか？そうですね、あ、でもうちの井上は面白いですから、ワイドの。ちょっといないタイプなんで、まあ、どこまでいけるのかなっていうのは楽しみだと思います。まあ、他はそうですね、あの、F 等の今野選手ですかね。まあ、なんか持ち方も含めて面白いなっていうのは見てて思います。まあ、日本代表だと三笘選手のドリブルがやっぱり一つ。ああ、もう、それはちょっと別格すぎて。もう、一ファンですね、僕は。あのドリブル、梅崎選手から見て どう感じますか？いやー、なんですかね、単に外すんじゃなくて、一人で一番危険なところまで持っていけるので、まず縦はこう、まっすぐ縦じゃないんで、なんすかね、こうネイマールもそうですけど、縦ってこう中にえぐっていくじゃないですか。ワイド、昔ネイマールやった時は。やっぱりあれを一人で、今ポケットとか、ニアゾーンとか言いますけど、あれはやっぱり一人で取れる選手っていないですよね。世界見渡してもなかなか。チーワンツーもあるし、何ですか、アウトサイドのパスとかも得意じゃないですか。よく周りも見えてるし。で、まあ一番好きなのはなんかこう、メンタリティーかなと思います。この間の何戦かな、アメリカ戦か。入ってきてやっぱり何度か取られて、リズム悪いなって見てましたけど、やっぱ最終的にあのゴール、カットイン二人抜いてっていうところまで、ね、持っていけるのはまず、そもそもそういうメンタリティーがないと。実行できないと思うし、なんかもうそのままいっちゃってほしいなっていうのは思いますね。ここからちょっとあのデビュー当時のお話からちょっと伺っていければと思うんですけど、梅崎選手はその大分の、あのアカデミーからトップチームに昇格という形でしたが、当時あの大分のユースっていうのはすごく強いというか、九州の中でも本当トップクラスのチームだったと思うんですね。で、同期にその西川選手、あの三下に清武選手がいたり、
そのあたりなんか大分の当時のそのユースの強さの要因っていうのは何があったの？多分僕らの先輩ぐらいから強くなってきて、まあ、当時ファンボカン監督だったんですけど、やっぱりユースではなかったですね。正直高校サッカーみたいなやっぱり厳しさがありましたし、単純な走りのトレーニング、フィジカルトレーニングもやっぱりたくさんありましたし、まあ、そういうメンタル的に鍛え上げられたっていうところが大きな要因だと思います。で、まあタレントもすごく一個の先輩方もたくさんいて、まあ、それを見て僕たちもやっぱり育ってきて、で僕らの代もやっぱりいい選手が揃ってきてて、下からもやっぱり、ね、清武が中3の時に僕らの高3のチームにプレーしたりとかもありましたけど、まあ、本当にやっぱりいい選手をやっぱり九州から集めてくださったのクラブのやっぱり努力っていうのもあると思いますし、やっぱり指導がね、こう一貫性がすごくあったのかなって思います。梅崎選手自身もその長崎の、あのキックス FC から高校で越境というか、あの大分へ行ってっていう感じだと思うんですけど、それは当時なぜどうそうしようと思ったんですか？僕の場合はやっぱり長崎というか国見高校への憧れもすごいあったんですけど、話がなかったっていうのが一つ事実としてあって、進路を悩んでた中で、まあ、そのトリニータのセレクションがあるっていうのを聞いて、 J リーグにそのままトップ昇格できればプロへの近道なんじゃないかっていう思いもあって、セレクションを受けて合格できたっていう背景があったので、まあ、それでもう即決でしたね。僕は合否をいただいてから、まあ、ちょっとあのその当時に世代別代表としてもその U20 のワールドカップに出場されてベスト16だったと思うんですけど、あの大会の思い出っていうのは梅崎選手の中でどういうふうに思っていますか？いやー、すごい大きな思い出ですし、大きな財産となってる大会ですね。あの当時のチームメートで、特になんか印象に残っている選手だったりとか、個性が際立ったので、牧野もそうですし、安田もそうですし、まあ、内田ともいましたし、まあ、柏木もいましたし、ね、香川真司とかもいて、すごく個性もあったけど、やっぱりすごく一体感がある、まあ、パフォーマンスも含めてですけど、すごい楽しい大会でしたね。特にアンダー20の大会は。でもアンダー19のアジアの大会も、まあ、すごく下馬評は低くて、まあ、それでも何ですかね、厳しい戦いを勝ち抜いて、対戦相手もすごく難しい相手だったので、決勝トーナメントに入ってからサウジアラビア、韓国、北朝鮮っていう、まあ、なんかその試合を追うごとに成長できたなと思いました。中でその梅崎選手はあの A 代表にも2006年ですかね、入ってデビューされてっていうところで、そこからその翌2007年の1月にグルノーブルへ期限付き移籍というか、これを決断した理由だったりきっかけは何だったんですか？あ、でもそのアンダー18とかアンダー19の活動はすごく大きかったですね。海外遠征もヨーロッパ遠征も多かったですし、で、まあ、その日本の国際大会とかもアルゼンチンが来たりブラジルと対戦したりとかっていうレベルをやっぱり感じ取った中で、まあ、なんですかね、で自分の夢もあったの で A 代表も入れて、やっぱりもっともっと上の世界に行きたいっていう思いがあったので、まあオファーをいただいて、もう勝負するしかないなっていう感情でしたね。実際に行ってみては、そのフランスのリーグや選手の特徴というのは2部だったと思うんですけど、どんな感じでした？いや、衝撃でしたね。はい、まあ、正直本当に難しかったです。厳しかったです。まあ、環境面を言うと、まずこう初めての自分一人暮らしがフランスでスタートして、まあ、それまで寮生活だったので、で、まあ、食事も含めてサッカーにやっぱ集中しきれなかったなっていう、その生活に追われちゃったなっていうのは一つありますね。で、まあ、プレー面で言うと、まずピッチがやっぱり普段からすごくぬかるんだ状態で、もう固定式のスパイクじゃやっぱりできない、プレーできないぐらい、やっぱり、なんすかね、スタンダードっていうか、向こうの。っていった中でもう、最初の1ヶ月ぐらいふくらはぎがもうパンパンで、もう対応しきれなかったですね。で、まあ、プレーの、なんすかね、こう、選手の特徴で言うと、黒人、その、フランス貢献。まあ、アフリカ人も含めて外国籍枠にならないので、やっぱりアフリカ人も多くて、でも半分以上やっぱり黒人って中で、やっぱりアジリティでやっぱり日本人の方が優れてるっていうあれで言ったんですけど、全然そんなことなくて、めちゃくちゃ速いなこいつら、強いしっていう衝撃で、もう50のボールはほぼほぼ勝てないなっていう感覚がありましたね。
当時のグルノーブルだと日本人経営っていうのもその一つ話題だったと思うんですけど、グルノーブル自体はどんなクラブだと感じますか。どうなんですかね、まあ、設備は整ってないですね、やっぱり日本のクラブも、まあ、それから多分変わったらしいんですけど、変わったとは思うんですけど、当時僕が行った時やっぱりプレハブのクラブハウスですし、まあ、ピッチコンディションももちろん今言ったようにやっぱり厳しいものですし、でグランドの、ね、スタジアムの芝生もやっぱり同じような感じだったので、全然トリニータの方がすごくいい環境だなっていうのは思いましたね。このフランスでのプレーで感じたことだって掴んだものっていうのはどんなことになりますか。何か掴めたかというと正直ないかなっていうのが率直なところで、まあすごくなんだろうな、難しかったし苦しかったですし、といった中でその残りの半年のシーズンで契約を勝ち取らなきゃいけないという状況で、まあ、まずはこうなんだろうな、生活面も含めてサッカー 100% 集中できる環境にやっぱり持っていかないといけなかったなってすごく学んだことですし、そのフィジカルの面でやっぱり難しかったので、よりやっぱ頭を使わなきゃなっていうのはすごく学びとして得たとこもあって、前年に A 代表に入ってオシムさんと一緒にプレーさせてもらった時にすごく感じたところでもあったので、やっぱりこう自分がこの世界で生きていく上でそこの駆け引きの部分だったり頭の部分をもっともっと伸ばしていかなきゃなっていうのはより感じた海外挑戦となりましたね。ちなみに当時同年代でオリビエ・ジルー選手がいたと思うんですけど、はい、なんか当時どんな選手だったですか。いやなんか何ですかね、そんなに印象ないですね、まあ、正直一緒にベンチも温めてたし、で、まあ、残り組の練習とかもやってたん でなんかすんごいフィジカル系のフォワードがいたんですけど、別でなんかそのアーセナルと僕ら試合をした時があって、あの浦和レッドの親善試合 で記者さんになんかジルーと一緒にプレーしてますよねみたいな言われて、僕全然分からなくて、でなんかそのフィジカル系のすごかったフォワードあいつかなと思ったら、その当時僕オリビエ・ジルーでオリーブって呼んでたんですけど、オリーブのことかいと思って、髪型も全然違ったし、 でもなんか本当に数年であんなに化けるんだなっていうのはびっくりしましたね。そのフランスリーグで得点を取ってアーセナル入ってって感じでした、ね。まあ、失敗だったと思う。日本では一番のクラブだな、日本代表だ、海外だ、感謝でしかないです。いやあれは僕は日本一だと思ってます。もう一回やってほしいなって思いはあります。まあ、これ逃したらもうないかな。絶対後悔するな。もっと上手くなりたいってすごく渇望してるので、